エハン塾へようこそ。 Welcome to エハン塾 School of Sovereigns。 今日の第一番目の講義は錬金術に関係しています。錬金術ですね、普段あんまり使いません、この言葉普段耳に入ることはまずないでしょうと思います。例えば今月中にこのエハン塾以外において錬金術という言葉交わしたことはあるでしょうかと聞かれると、おそらくそれはないでしょうと。2番目の講義は錬金術、どっか聞いたことある声だよ、これ。なんかデジャブじゃないか、この現象は。普段あんまり使いません。これデジャブだよな、この言葉普段耳に入ることはデジャブのないでしょうと思います。例えば今月中にこのエハン塾以外において、まあ、不思議な現象を次々起こりますね。交わしたことはあるでしょうかと聞かれると、おそらくそれはないでしょうと。あ、カウントダウンだ。2番目のあ、ストップ。あ、これが僕がやってるんだ。どっか聞いたことある声だよ、これ。なんかデジャブじゃないか、この。これ普段これや。いやー、テクノロジーの進化と同時にテクノロジーのミスもあるんだな。エハン塾で、あくまでも3つの立場からこの情報を検討すると、プラスマイナス、以前ニュートラルだったプラスマイナスインタレスティング、すなわちタタタン、これは本当か嘘かという立場から見るとあんまりためにならないと思うんだね。あくまではそれはオピニオンになってしまうんだね。こうなんだ、そうなんだ。例えば今朝ホテルで、ある本は私の Kindle 版に、光のスピードで入ってきた。すごい時代ですね。後の講義になりますが、ガヤ仮説を提唱するラブロック博士のリーディングリストはあったんですね。おすすめのリーディングリストはあったんですね。ラブロー博士は96歳の現役のサイエンティストなんですよ。すごいと思いません？ 96 歳の現役のサイエンティストはめっちゃくちゃ勉強してるの。スーパーサイエンティストなんですね。だからあの人の読んでる本はバカじゃないでしょうと私は仮に思うわけだね。で、彼のリーディングリストの中である本が、あ、面白いなと思って、Amazon で注文して、1分以内にビシッと来た。待つ暇はない。先ほどの情報のスピードですね。その本の内容は、多分科学のスーパー先端ではないかと思ったのは、宇宙は物質でできてるとか、いや、宇宙はエネルギーでできてるんだということではなく、宇宙は情報でできてるのではないかという量子物理学者の先端の議論がその本に、私の Kindle に電子情報として光のスピードで入ってきたわけですね。で、今朝ホテルで食事しながらその最初の章を読んだだけでもう驚愕だったんですね。あ、ここまで人間は考えられるようになったのだということですね。つまり宇宙は情報でできているということですね。物質よりも早い、エネルギーよりも早く出現するのは情報ではないかということなんですね。で、考えてみれば皆さん方の体は情報でできているじゃん。DNA は情報を伝達するバイオコンピューターなんですよね。そうでしょ？この体を作ろうにしても、木一本作ろうにしても、同じ物質である、ね、プロテインがコンピューターのコードでもって、DNA でもって、万物を作り出す情報じゃないですか。
だから宇宙は情報でできているということを私は今まで思ったことはあるんですが、科学者ではないのでこれは検証するような立場ではない。ようやくラブロー博士が一番、俺はこの本一番進むぞというコメントを読んだだけで、あの博士は進めてくれるんだったら読むわと思って今朝読み出した。ここまで我々の人類の脳みその働きはもう進化してきたというふうに圧倒しました。情報ですこれ全部。だからこのことをずっと以前に、多分古代エジプトの時代に遡っていけば分かったんじゃないかなと私は思うんですね。情報なんですね。問題は情報があるかないか、全てが決定的に変わるというふうに思うんです。ですので今日は、錬金術ということで、先ほど私は漢字の間違いで糸編にして皆さんに調べてもらったら、あれ違う、糸編じゃない金編だ、それはそうでしょ。錬金術という漢字と英語の、アルケミーはまず言葉からアプローチしようと思っております。あとでビデオでもってそのケムというケミストリーのケムはどこから来たのかということを説明いたしますけれども、まずですね、私はこれに興味がありますね。私は若い頃柔道ではなくて呪術だったんですね、剣道ではなく剣術だったわけなんですね。あの時代は今全部道になってるわけなんですが、じゃあ柔道と柔術はどう違うかということになると説明しがたいかもしれませんけれども、私の考えでは術という意味においてはものすごい具体的な現実的な応用的なことを思う含めての意味ではないかと思うんですね。道道って言ったらもっと思想的なことではないかと思うんだよね。まあ引いて言えばきれい事かもしれませんね、だから昔の柔術の先生たちのいわゆるレベルと悪いけど今の柔道のレベルは違うかどうかというふうに検討すべきではないかと思うんだよね。多分昔の日本人はもっともっと具体的ね、これためにならなければこの道はいらんよということで、これは錬金術ですね。でこれはどういう意味ですか、この錬。Mr. T。 こねるという意味ですね。こねる、これですね、こねる目的は何ですか。混ぜる。なぜ混ぜるんですか、ものを、違うものをなぜ混ぜるんですか。新たな物質、新たなものを作り出すためにミックスさせるじゃないか。だから漢字はすごいんですよね。これ一言で錬金術のまず意味が分かってくるじゃないですか。異なったものを混ぜちゃうと化学的な反応が起こるからこそ違うものに変身するじゃないですかというふうにご理解いただけますよね。漢字はすごいんですね。でも何を混ぜるかというと、これを混ぜるということなんだね。金なんですよね。そして術ね。まあここまでにしておいて、これは英語でアルケミーというんですよ。そしてこのケムはケミストリーのケムなんですね。ケミストリーは日本語で科学と言いまして、そして科学から科学が生まれてきたという歴史があると思われます。つまりこの科学はこちらの科学から出現したわけであって、そしてこの科学はケムから来ているということであってね。そしてその関係性はここから来ているということなんですね。で引いて言えばアルケミカル、錬金術の、またはこれアルケミカルね、錬金術的とか錬金術のって言ったらね、
でももう一つの L を入れると、私たちはみんな全て科学的な生命体だっていうんですよね。科学的な生命体という意味は、いろんな化学物質によって私たちの見てる世界が変わるということですね。例えば私は4時間前に脳内に分泌中にあったのはメラトニンですね。でメラトニンは大量分泌するようになると、どうなるかというと夢を見るわけなんですね。そして私の見ていた夢はめちゃくちゃ鮮明で、このぐらいの急の階段登っていて、自分の自転車を担いで登っていけば、その階段の上にイルカは挨拶したんですね。そしてアザラシはその隣にいたわけですが、アザラシもイルカも水中ではなく陸上の階段の上の人の家の中に入っていてですね、鮮明に見たわけなんですね。そして目覚めるわけ。違う脳内の化学物質が分泌するだけで、あ、これは夢なのか現実なのかを区別するようになるじゃないですか。引いて言えば、私たちの今の意識は神経伝達物質によってできているという説がありますね。神経伝達物質というのはニューロトランスミッション、またはニューロトランスミッター。どういうものかというと、脳内の一番神経の細い部分に、脳神経の一番細い部分になると、こういうふうになってるんですね。つないではいないんですよ。一本の神経と一本の神経はつないでません。コネクトされてません。そして間に魔がありまして、その魔を飛ぶものは電気と化学物質ですね。今起こっている最中です。皆さん方の脳の中で何億回1秒にプサーッなっている最中です。化学物質と電気の伝達によっては、私の今の姿を見ることができて、寝てる最中に違う物質は脳内に分泌されているだけで、睡眠中に動かないで夢を見るということですね。だから、もともと言葉の意味はそこにあるということをご理解していただければと思いますね。全部錬金術に関係していて、そしてこの錬金術の源はエジプトです。私たちの今してる範囲です。してる範囲。多分紀元前数千年から錬金術があったのではないかというふうに今の学者さんたちは大体同意してるわけなんですけれども、ウィキペディアで引いたら、私のこれから話そうとするような内容ではない。ちょっと見てみますか。スクリーン。キーボードのエンター。Hello! いうこと聞いてないよ。聞いた。ここからコントロールするようになってるの。あ、向こうからか。錬金術をまず Wikipedia という手段ね、みんなよく使ってるじゃないですか。 Wikipedia、 Wikipedia でやると、私は、この講義の準備をするために約1週間がかかったんですよ。皆さん、1週間がかかった中でいろんな立場から見るようにと思ったら、 Wikipedia まず、はい、やっぱりシステムを変えると文句言うね。そうでしょ。新しいシステム今日入れてるんですよ、うん、結構進化してるわけですが、よくある話、言うこと聞かなくなってしまう場合もあるね。だから私は出てくるまでは説明します。 Wikipedia の説明を
いたします。錬金術。いいですか？ Wikipedia 日本語。錬金術。アルケミア、アルキミア、英語アルケミとは、最も競技、狭い技ですね。最も競技には、科学的、化学ね、科学的手段を用いて、よく聞いてくださいね。これに、これは Wikipedia の日本語のレベルなんですよ。あ、これ出てきてますね。錬金術とは、最もこれ競技というんですか、ミスター T。競技、競技には、科学的手段を用いて、これは読める人はいる？失礼なこと言いますね。私は勉強したから。うん、これは、非金属と呼びますね。非金属から、貴金属に、精錬紙を、間違ったら手を挙げてくださいよ、私の日本語。精錬しようとする試みのこと。わかりますか、ここまで。わかりますね。非金属ってどういうものですか。例えば、非金属の例は、非金属。木とかガラスのことも。何ですか。木とかガラスは、非金属。非金属ですね。これは非金属ですね。英語でベースメタルズ。ベースは低いという意味なんですよ。鉛なんだよ。例えば鉛のようなレベルの低い金属をですよ。貴金属。貴金属ってレベルの高い金属ですね。黄金とかね、ゴールドとか。つまり、錬金術は古代の男たちは何かお金持ちになろうじゃないかと思って、このあまり価値のない金属を価値のある金属に変えるためにいろんな力を加えて変化させようじゃないかというふうに思ったというイメージは一般の錬金術師のイメージでございますが、決してそういう意味ではございません。とんでもございません。まずもうちょっと読みますと、やっぱり広い講義ですか。では金属に限らず、さまざまな物質や人間の肉体や魂をも対象として、それらをより完全な存在に錬成する試みを示す。錬金術の、何行ですか、これ思考の過程で、いろんな難しい言葉が出て、現在の化学薬品、現在の化学薬品の発見が多くされており、実験道具が発明された。その成果は現在の化学、ケミストリーにも引き継がれている。歴史学者、フランシス・イェイツは16世紀の錬金術が17世紀の自然科学を生み出したと指摘した。これですね。まあ、ワンショットで大体錬金術の歴史はここに書かれているわけですが、ポイントはですね、皆さん、人間の肉体や魂をも対象しているということは、あと読んでいけば、おすすめしますよ皆さん。ウィキペディアのエントリーは結構長いですよ、これ。読んでいただければと思いますね。お時間があれば。これはウィキペディアの錬金術の定義でございますが、ここから来てるわけですね。これは
半分人間、半分鳥。この鳥の名前は日本語で何ですか？この鳥の名前。時ですね。で、これは誰ですか？トート神ですね。古代エジプトの神、トート神と呼ばれている神様で、この神様は人類に科学、数学、哲学、宗教、文字、全部一気にどうぞという神様だという古代エジプトの神話上に登場するわけですね。よって錬金術の源をたどっていこうと思えば、トート神にたどり着くことになるかなと思います。時代は、まあ、紀元前2000年もしくはそれ以前でしょう。私はずっと以前だと思っておりますが、まずトート神の、ご紹介なんですね。トート神は伝説上、トート神はこれを人類に残したと言われております。これは不滅、なくならないものでできていると言われている。名前はご存知の方、You、エメラルドタブレットと呼ばれております。錬金術の秘技、錬金術の秘技はきちんと情報として残されております。これはポイントです。皆さん、伝説とか神話だけで具体的な情報がない限り、ただの空想ではないかと思われる可能性がありますが、言葉が残されたわけですが、何語であるのか分かりません。後日ギリシャ語に変換されてという情報があるんですが、じゃあこの幻のエメラルドタブレットの起源は、本当は古代エジプトではなく、もっと遡っていかなければならないというスーパー伝説があります。そのスーパー伝説の検証する方法はございません。でも一応言っておきましょう。アトランティスです。すなわちアトランティスの王がいたということで、そのアトランティスの王の名前もトート王ということで、そしてその伝説、その神話においては数万歳だった。そのアトランティスの究極の王様が錬金術の源ではないかというふうになってるわけですが、この部分は調べる方法はありませんのでちょっと置いといて、でも日本語でもうすでにアトランティスのトートのエメラルドタブレットという文献は翻訳済みです。で、非常に面白い文献ですが、もうすでにこれは偽証だということはほとんど学者によって片付けられたんですね。ドリアールという1930年代のいわゆるオカルトソサエティの人がこれを現代の英語に置き換えて出した人であって、そしてその彼の伝説においては、エメラルドタブレットはいろんな場所の移動がある中でピラミッドの中に長い間に保管されていたという伝説もあるわけですので、そして後日となって、後日という意味はこれはちょっと大事な話ですけれども、皆さん、先日、マルタ島という地中海の島における世界一古い巨石文明の建物だと思われる紀元前5000年最低だと考古学者が言う、巨石群
巨石群マルタ島ですよ全然大陸じゃないよ、うん、がありまして、そしてもっと近い時代のものはそこにも重なっているわけですが、私たちの時代に近づいてくれば来るほど意思の大きさは小さくなっていく一方ですね。これは不思議と思いませんか皆さん。普通逆でしょ。小さなものを作り出してからだんだん大きくしていくでしょ。逆ですね、うん、中南米の古代文明にせよ、サクセイワマンペルーにせよ、昔に行けば行くほど大きい。簡単です。この答えは大洪水があったからです。大洪水以前にも高度文明があったことは、私は20年間これを研究して間違いないと思いますね。だいたい1万2000年前、大洪水があった以前に全部世界中にどでかい巨石文明があったことは、今痕跡は残っているわけで、私の友人グラハム・ハンコックは全部徹底的にもう検証してきた努力を未だに続いているわけだ。いいですか皆さん、大洪水以前と大洪水以後は違う話です。人間はゼロに戻されたんですよ。すべての知恵はぶっ飛ばされたんですよ、あの強風で。だから元に戻ろうとする努力は数千年がかかってしまい、で今となってようやくあの時代のレベルの高い科学精神性に近づこうとしているじゃないかという観点から私は申し上げてますが、まあこれはどうかなと思っていただければと思いますね。うん、しかし実際にご自分の足でもって中南米、マルタ、イギリス、ストーンヘンジ、ニューグレンジ歩いていけば全部同じじゃないか、建物見てなんで同じなの。一つの世界文明があったから。そして世界の文明から出てきたのはこの知恵です、錬金術です。そして後日となってこれはオカルトという悪いラベル貼られたわけですね。オカルトだと、うん、オカルトの直訳は秘技です、秘密です、一般人に言ってはいけないことです。しかし今の時代になってインターネットがあって情報があって、これは言ってはいけない時代ではないから言おう。これからこの錬金術のこと、ここに何が刻まれているのかがとんでもない情報です。これはシンプルでありながらコンパクトでありながら科学的な、ある意味で科学的な秘密が含まれているのではないかと思いますね。ちょっと読ませていただきます。ちょっと難しい日本語ですが、いいですか今までの流れ。皆さん、エメラルドタブレットは錬金術のスタートです。エメラルドタブレットはいろんな話がある中で、なんとナポレオンはエメラルドタブレットを手にしたという伝説もあるんですね。ナポレオンですよ、世界のエンペラーになろうと思ったら政治力だけではダメだと分かった、さすがの男で。これはもっとね、科学的な精神性の高いスピリチュアルサイエンスが必要だと思って、彼は実はエジプトを乗っ取ってピラミッドの中に入って一晩ナポレオンは過ごしたという話、ご存知ですか皆さん。相当顔は白くなって出てきたらしいんですね。ものすごい大変な体験をしたと言われておりますね。ですのでナポレオンもそう、なんとアレクサンダー王、アレクサンダー王もこれを手にしたと言うんですね。そしてこれを手にした後でアレクサンダーというもう30になるまでは世界は自分のものにした男じゃないですか。紀元前350年ですよ。アレクサンダー王はこれを発見した。そしてこれを俺がマスターしたら、この意味をマスターしたらもう世界の王になるじゃなくて俺は神になるんだとアレクサンダーは誓って死んだわけですね。すなわちアレクサンダー王の最後の夢はそのレベルじゃなかったんですね。神になるって。そしてその神になる方法論はこの文献にあるというのであれば知りたくない？その内容知りたいでしょ。
そして後でビデオでお見せしますが、今までの歴史の大物、コパーニカス、ケプラー、ダヴィンチ、みんなこれを勉強したんです。みんな。今でも NASA のトップの人たちはこれを勉強してるの。だからただもんじゃないんですよ、このエメラルドタブレット。で、エメラルドという、エメラルドは、まあ、一種の石なんですが、エメラルドでできてるという意味じゃないんですよ。色はグリーンだから、エメラルドタブレットですが、物質的に石じゃない、これ。これは全然変わらないものです。何万年間変わらない、錆びない、変化しない、不滅の物質でできているという伝説があるから、今はどこにあるのかなと。まあ別に実物見ても見なくてもいいわ。なぜならば何が記述されているのかが分かるから。これです。ちょっと注意していただきたいと思います。以下エメラルド、これは碑文というふうになっているわけですが、これ碑文と読むんですか。これ碑文ですね。碑文の全文訳です。これは偽りの真実ではなく、確実にして真実である。一なるものの奇跡を成し遂げるにあたっては、下のものは上のもののごとく、上のものは下のもののごとし。そこでちょっとストップね。別の表現で言いますと、上のごとく下もしかりって言うんでしょ。ここで私はナシーム・ハラメインの科学的な説を共有させていただいたことがあるんですが、今の先端科学はカオス理論、複雑さ理論、どちらかと言いますとフラクタル理論ですね。つまり人間の DNA の中の、ね、原子のレベルに入っていけば、ね、原子の中心核から電子へまでの距離は、この太陽系、我々の住んでる太陽系にも通ずるだし、そして銀河と銀河との空間的な関係性、数学的な関係性も同じ、いわゆる黄金比率に基づいてあるということになると、上のごとく下もしかりということは簡単でしょ。何も難しい話じゃないんですよ。すなわち昔の日本人で言わせていただきますと、大宇宙小宇宙の話です。人間の中に宇宙は全部表現されているわけであって、宇宙は人間のことを再現しているということは、上のごとく下もしかりね。でもっと現実的なレベルに落としますと、私はここで電気的宇宙論、太陽の働きによって地球の天気はどう変わるかという宇宙天気の時代になったじゃないですか。20年前に宇宙天気という表現はなかったの。関係ないんだから、関係ないんだから、あれは太陽は関係ないんだから。今は関係あるという時代になったということで、上のごとく下もしかり、太陽の黒点のゲップ一つでハリケーンは起きるわけ、地球上で。いいですか。上のごとく下もしかりの意味は明確です。私たちは分離されているレベルで動いているものではないんです。全宇宙は関連しているわけです。まあ後で全文お読みください。宿題として、これ読み取るのに大変な時間がかかりますので、もっと分かりやすい方法があります。それはビデオなんですね。エメラルドタブレット、これは残しますので、ぜひご自分で見てくださいね。私のビデオはどこに行ったのか。これまた全文ここにあるわけですが、
この本を私は、1週間かけて再度読みました。先ほどのエメラルドタブレットという本、ですが、英語でサブタイトルは Alchemy for Personal Transformation。 今日のテーマは錬金術と私たちというテーマなんですね。錬金術のなんか関係のない分野を客観的に勉強するのではなく、我々現代人と錬金術はどう関連性があるのかというポイントです。で、この本のサブタイトルは Alchemy for Personal Transformation。 個人レベルにおける変容変革をするための錬金術である。ということは、我々現代人は錬金術の秘技に基づいて、まず情報をもらえば自分自身の人生の流れについていろんなことが理解できるようになるのではないかというふうに思うんですね。私はなぜ今月4月に、実はユンというカール・グスタフ・ユンという、今こちらの顔を見てるだけでユンは飛び出してきたんですね。カール・ユン、カール・ユンという深層心理学の世界の王様は、晩年になって何を勉強されたか皆さんご存知ですか？20年間ですよ、多分60歳から80死ぬまで勉強したのはこれです。錬金術ですよ。ユン、16世紀の文献とか17世紀の文献を毎日見とって、そのシンボル、そのシンボルとはこういうシンボルですよ。見てください。何これ、これは昔の錬金術のフォトショップじゃない時代ですよの表現です。女性、男性、男性性、女性性、左脳、右脳のことですね。まず表現するわけで、そしてこれ何？これ。このフラスクみたいなもの。昔の錬金術師のラボにおいて、ガラスでできているこういった器にいろんな化学物質を入れれば、化学反応を引き起こして新しいものが生まれてくることをもやったんですよ。すべて精神的な探求ではございませんよ。両方やりながらですよ。あ、じゃあこういった化学的な反応が化学物質同士で起きるのであれば、人間のレベルにおいては人間は新しいものに変化させる方法はないかと思って、すなわち A と B をミックスすることによっては、ね、半分 A、半分 B ではないの。C になってしまうの。ちょっと考えられないんですか、皆さん。毎日の世界において、A という化学物質を B というものにミックスさせるだけで、全く新しいものが誕生するという例。待ちます。そしてこの C という状態になったら A と B には戻らないんですね。ミスターアップサイドダウン池田。二つの異なったものをミックスして元に戻らないの。皆さん考えてって言ったら、まだ朝早いから、はーって感じだね。はい。毎日の生活、例えば2つをミックスして、え？ホットケーキ、いいな、これ。ホットケーキ、何と何をミックスするの？粉と、卵と、
牛乳と。さすがの女性だよ。女性は早いじゃん。クッキングの話じゃん。ホットケーキは卵に戻ることはないでしょうが。新しい存在ですよね。違うものを混ぜることによっては、はい、登場しましたの新しい存在であるホットケーキだよ。でもたくさんの他の例があるのではないかと思いますよ。それは錬金術なわけですから、彼らは象徴的にこれを使ったですね。だからこれはベビーが入ってるわけだ、ね、で普通の人はこれ見たら、あ、この2人は、ね、できちゃって、ね、ごちゃごちゃして子供を産むんだと、そのレベルで捉えるわけだ。錬金術ってちっぽけなもんだなってどちらの方が笑われるか。これ意味が違うの。男性性を持っている物質と女性性を持っている物質を混合させることによって新しい赤ちゃんが生まれるということで、その赤ちゃんはね、人間の子供のレベルの赤ちゃんじゃなくて新しい存在だということを意味しているわけだ。だからこれは秘技で、これは秘訣だということ、わけの分かる人たちだけだが分かるわけであって、そしてさすがのあの心理学者カール・グスタフ・ユングはこれに没頭したんだ。晩年こればっかりだった。なぜ20世紀の先端の心理学者はこれに没頭するかというと、20世紀の心理学者の間に全然分かってないからよ。これ20世紀の心理学者になると、人間の心理状態は全てブレインだけに基づいてできているわけであって、宇宙は関係ないという時代になったでしょ。宇宙関係ないって、あんたのブレインのこと、宇宙とあんた関係ないよという分離科学が生まれたわけでしょ。でも昔の人間はそうじゃありません。昔の人間は全部つながっている。だからダ・ヴィンチはね、全てつながっているというコネッシオネというイタリア語を使ったんですよ。全部コネクトされている、上のごとく下もしかり。そして別の表現で言いますと、内なる、ね、内なる世界、ね、上のごとく、内なる世界のごとく外なる世界もしかりということになるということになると、あ、人間の持っている心によっては体験している現実が映られるという、映すという、そのレベルで多分ユンは捉えたでしょうと思います。ちょっと今3分だけまだ答えがあるんです。ホットケーキだけじゃないんです。2つの異なった物質を混ぜ取って新しいものが誕生するという例は、私はちょっとあるビデオを探しますから、考えていただければと思います。いろいろあると思いますよ。見つけた。約5分で錬金術の歴史はここにあります。Prepare to embark on a great and exciting journey as you have chosen to be self-initiated into the sacred mysteries. The powers of the universe have been delicately rearranged to garner the synchronicities which brought you to this film. あ、これもすごいユング的ですね。あなた方はこの映像を見るようになったということ、おめでとうございますという始まり。こんなシンクロニシティはないでしょうと言ってる。普通はこのような内容には触れることはないでしょう。だからようこそ錬金術の世界へという始まりなんですね。すなわちご縁があってこれを見るようになったというふうに、さすがにこの人は言ってるわけですね。面白いでしょう、昔の人たちの表現の仕方。何これ、カラス、これは太陽でしょう、これは月でしょう、これは何だろう、口から出ていく、もう見てるだけで混乱させられるね。 Join us as we explore an age-old science and unravel the truth behind an art which has been shrouded in secrecy until now.
Alchemy is a sacred science that's been practiced for thousands of years. Sacred science, 直訳、精神性の高い科学。精神性の高い、sacred は聖なるものね。聖なる科学という別の表現があります。数千年間これは実用的に使われてきたサイエンスです。これだけ見てください。これはかなりの幾何学のレベルの高い意味が含まれていると思われますよ、私は。三角と四角と丸の関係性について、これは数学における究極の一つの問題人なんですね。Square the circle という表現があるんですが、Many would argue it's as old as civilization itself. 文明と同じぐらい時代の古いものです。じゃあ、or from alchemet。これは語源です。エジプトからという意味です。ケメットはエジプト。As Egypt was well known as Kemet in ancient times. Kemet means the black land. The black land, 黒い土地という意味ですね。黒い土地という、これはエジプトの元の名前ですよ、皆さん。え、なんで黒いなの？エジプト。そんなはずはないでしょ。考えてみたら、ナイル川の両側だけで食料が作れる領域となって、大地は黒っぽい。周りは砂漠。どちらかというと明るい色ですね。太陽を反射すると。だから黒い大地だという古代エジプトの別名となるわけですね。Egypt was well known for this due to their highly fertile soils along the Nile. The term alchemy comes from the Arabic al-kem, which in turn アラビア語 al-kem, meaning black, and referring to the Egyptians' own name for their country.Kemet, the black land. Thus the term alchemy is the origin of the term black art. だから黒魔術は英語で何て言うんですか? Black arts. 黒い芸術。黒魔術。いいですか皆さん。黒魔術なんか気持ち悪いなと思わされるでしょ、うん、そうなるように計画されたわけ。あなた方は黒い魔術に手を出すなよと言ったら目的があったんです。手を出すなよという意味は秘技があるから一般人にはダメだよということ。そしてさすがの一般人はあまり物事を考える力がないので、あ、わかりました。これは悪いねって言って言っちゃうの。で、ここに情報があるわけだ。源はエジプト。源はサイエンスですね。でも一般人向けではないので、ブラックアーツとなるわけ。そこからオカルトに変身して。そして今の日本語のオカルトの意味は、なんかね、腰の軽い、なんか怪しいものだという表現になってしまうけれども、この間私はあるテレビ番組ではっきり言いました。ちょっと待てよ。オカルトの意味は、秘技。隠されている情報だっていうふうに伝えたら、ああ、そうですかということ。オカルトの意味でさえ分からない時代になってしまいましたね。だから今度は誰かオカルトのことをバカにするようなあの会話に出会えば、ちょっと待てと。オカルトはそういう意味ではない。サイエンスなんですよ。エジプトからですよ。Though the meaning is very different than that later ascribed to this phrase.However, others say that the word comes from しかしもう一つの語源は可能となりますのは実はギリシャは大きな国となってエジプトを占領した時代があったんですねトレマエ王の時代にだから古代ギリシャ人はエジプトの哲学とか科学をかなり拉致したという表現も使ってはいいと思うんだよねエジプトの方は高いギリシャはまだ低い。Emerged, creating new disciplines. Magical forms still very much in use today, such as Hermeticism and alchemy, have their origin in Hellenistic Egypt. Much of alchemy is highly misunderstood and has been kept secret in a variety of magical and fraternal organizations. これは何ですか？フリーメイソンですね。だからこういうシンボリズムを使っているソサエティは多々あるわけで、見る目があれば、その意味がわかります。これは太陽ですね。うん、上のごとく、
下も叱り。ご理解いただきましたでしょうか。これも怪しい連中だなという評判済みですね、これ。フリーメイソン悪いんだって。フリーメイソンの根拠は古代エジプトだよ。笑っちゃうよ、僕は。その、でも陰謀論は売れる時代だから。フリーメイソンが悪いと書いてるだけで売れるわ、これ。書こうかな。The list of alchemists is known to 売れるようになれば。Who is widely credited for being the author of science, トートシーン、また出ました。Geometry, philosophy, medicine, 哲学、magic, 医学、マジックの王です。The calculations for the established... 黄金の比率はここから来てますね。エジプトですよ。いや、遡っていけばエジプトよりもあの伝説の大陸かもしれませんよ。Establishment of the heavens, stars, earth, and everything in them. In other words, matter. Compare this to how his feminine counterpart, Mat, was the force which maintained the universe. Mat Shin, 女性版もあった。トート氏に対して上のごとく下もしかり、男性性に対して女性性、マット神もいました。後日、トート神はヘルメス神になりました。質問、今、ヘルメス神の、ロゴは毎日どこで目にすることができるんですか？ヘルメス神のロゴは中心に棒があって、そこに取り巻く日本の蛇がいるわ。ティリン、どこの世界ですか？医療の世界です。医療、カドゥシウスというんですね。カドゥシウスね。医療の世界で必ずそのシンボルは出てくるわけですね。中心に棒があって、日本の蛇がこういうふうになっているのは。そしてまたは郵便局ですね。ヘルメス神はメッセンジャーといういろんな役割があるという神様に変身するわけであって、現代に至るまでヘルメスは関係しているというふうに分かるんですね。病院行くたびにヘルメスに会う。そのヘルメスの源はトート。そのトートは錬金術の創造した神か男か、ヘルメス、これです。カドゥシウスというんですね。これはまた意味が深いですよ、皆さん。これは関骨、これは左脳、これは右脳です。そして場合によってはここに点がつきます。消化体です。そこまで分かったんですよ、うん、関骨に何があるんですか。脊髄、脊髄が脳の左脳と右脳のコネクションでもって全身に伝達、受信する力がある。でも一番のポイントはこのてっぺん、エスケープ。The two formerly became the same as Hermes, Trismegistus, of which he is current. だ、トートの今のよく知られている名前はヘルメス・トリスメギストス。Currently known.This was the birth of the Hermetic tradition and remains the same in many aspects today. One of the foundational manuscripts of alchemy is known as the Emerald Tablet, which is said to contain the secrets of the art. Many translations are available. Perhaps one of the most well-known was done by Isaac Newton. なんと、翻訳した一番の大物はアイザック・ニュートンさんでした。引力の法則を世に提供した男は多分ユン博士と同様2、30年間こればかりに没頭したんだよ。で、現代科学はニュートンから来てるというふうによく、 だって日本の一番の科学史はニュートンじゃないですか。でもニュートンという科学史に今まであの人は錬金術師だったという情報はありましたでしょうか、うん、多分はあんた怪しいものだなと言われる。確実です。これはニュートンは錬金術師だった。で、ニュートンの時代においてはニュートンは宗教者でもあったわけですよ。毎日彼は聖書を勉強してるわ。だからバイブルコードと呼ばれる聖書に刻まれている、組み込まれている秘密の暗号は
ニュートンが世界一早く解読しようと思って一生勉強してできなかった。なぜできなかったかというと、コンピューターがなかったから。計算は膨大すぎるだから自分の頭だけではできない。面白いね。ニュートンは錬金術師だった。ニュートンだけではない。 'Tis true without lying, certain and most true. 先ほどこの紹介を日本語でさせていただきましたので飛ばしますね。その内容を後でご関心があれば本もたくさんありますので、でも元の文献を読んだ方がいい。Famous alchemists have included the likes of Pythagoras, Pythagoras, Galileo, Galileo, Da Vinci, Da Vinci, and Isaac Newton. So, 先ほどのニュートン。Newton was not only the father of physics. He tried to be. 今多分世界一売れてる物理学者、日系人である、道を書く。よくよくテレビに出ています。先端科学論を唱える道を書くはコメントをこぼします。 Chemistry as well. Except back then in the 1600s they called it alchemy. So we have to realize that science, as noble as it is, has very humble beginnings. まあ同じこと言ってるね。科学の根拠は錬金術ですね。 How important the teachings were and the influence alchemy has had on many of the great minds of our time.The secret teachings were known as esoteric or occult or symbolist teachings and were held to... この秘技の教えはオカルト、シークレットの教えだというふうになってますが、オカルトの意味先ほど言いましたのでお分かりでしょう。The and the keys to great magic. Those who were allowed to receive the mysteriesOften went on to join a who's who of historical movers and shakers. ここでですね、日本人が大好きな陰謀論が出現するわけだ。ダヴィンチコードの世界も含めてですね。つまり歴史中の一番の大物、今の科学を作り出したケプラー、コパニカス、ニュートン、ダヴィンチなどなどはみんなこれをベースにして勉強したということになると、あ、これはエリート層だなと。彼らは秘密的なことをずっとやってきたんだから、これはフリーメイソンだとか言って、これは腰が軽すぎるだと僕は言いたいわけだ。うん、そんなレベルじゃないんですよ。そのぐらいの頭がないと理解できないからこそ、そういう人たちの手にしか入ってこないという意味なんですよ。すなわち情報を探求すればするほどさらなる情報があるという探求に変わっていって、そして最後まで生き残る人は100人でレース始まれば最後1人しかいないんだよね。いや、まだまだあるの。まだまだ情報は根拠があるんだね。これまだまだ行かなくちゃ。でもこのレベルで納得する人もいるんだね。それだけの違いですので、何にも世界を支配しようぜとダヴィンチとかニュートンは思ってるわけではない。興味ないんだ。だって宇宙のことを理解しようとしてる。だから地球を支配するレベルではもう面白くない。ピタゴラス、プレトン、プラト、ガラレオ、プラトンも、コパニカス、コパニカス、またダヴィンチ、アイザック・ニュートン、ナポレオン。ナポレオンは最後に登場します。彼らは知識を得たのは、新しい考え方が彼らの名前を書く人類の歴史に。これを見てるだけでわからないでしょ。なんかスカートを履いてるおっちゃんが大きな卵を割っていこうぜと思ってる。それで割ってしまうでしょ我々は。あ、そう、あの中世紀の人間なんか大きな卵で卵焼きしたじゃないかとかね、うん、そういうことじゃないんだよね。まずこの剣は何を象徴しているのか、この卵は何を象徴しているのか、そしてこれはすごいでしょ。これ見て、これ16世紀ですよ。これ多分初めて世に出たんですね。これ何て言うの？距離感を示している図面の書き方なんですね。遠近法です。何？遠近法。遠近法。遠心遠近法。遠心遠近法。あれは1点ですね。遠心1点。
ありがとうございます。教えていただいて。ね、これだけみんな注意しないでしょ。発想って感じ。これが書けるようになるためにどれだけの数学が必要なのかという、または幾何学ね。大したもんだよ、400年前にこれ。じゃあ十分に私は今まで概要的な話であって、ものすごい軽い紹介の話に過ぎません。これからが出番です。この錬金術もまだ結構眠そうだね、みんな。あの睡眠不足だね。睡眠不足アラーム、これからがポイントだから。アラーム、寝るな。人間の成長する過程は今ヒーローの旅と呼ばれるわけだね。以前エハン塾で紹介いたしました、ヒーローの旅、英雄の旅、昨日スターウォーズの新しい宣伝が出てまいりました。ネットでハリソン・フォードは72歳になってまだやってるんだよ。これ72歳だよ。これルーク・スカイウォーカーだよ。なんかね、もっといい考えないのかって僕は思うけどさ、ハリウッドはもうリサイクルしかできなくなってしまったね。でもあのスターウォーズという名作は人間の精神性の成長する過程を象徴しながらできてるわけだ。これは英雄の旅ということであって、全てのハリウッドの脚本は英雄の旅がないと絶対売れないという時代になって、クレイのスーパーコンピューターでこれは全部、そのシナリオは1時間23分の脚本を分析して、いつヒーローは登場するのか、いつヒーローは死ぬのか、いつ恋に落ちるのかというステップバイステップのパターン化されているシナリオは、今見てるだけでスーパーコンピューターにできてるだけでお前さんの映画は127億ぐらい儲かるやろうなという時代になってしまったわけであって、そして 10% のズレしかないの。実際にその脚本を映画にすれば130億儲かるんだよね。すごいと思わない？だから映画ビジネスなんだよ。その源は英雄の旅ですが、今度は英雄の旅の原型は錬金術だというふうに、これからご理解しながら私の人生をモデルにして、この錬金術のステップバイステップのプロセスをちょっと説明させていただきたいと思いますね。やっぱりリアル感がないと、いくらこんな話したってもさ、それはね、まあそれは今の20世紀21世紀の陶器に関係ないわと言われたくないのね、関係するの、めちゃくちゃ。私はこの錬金術生きてきた。でなぜ4月にこの話をするかと言いますと、簡単に言いますと、私はカレンダーが違うんです。皆さんの使っておられるカレンダーと違います。私のカレンダーはレインボージャガーカレンダーといって、12年のサイクルで生きていくわけですね。12年は1周なんですね。だから毎年違うテーマに基づいて生きていくわけであって、その12年のサイクルは今度1年の12ヶ月の中にも取り入れるわけであって、だから今年はシンプルさの年であって、今月は錬金術の年の月ですね。2つですね。 The year of simplicity, the month of alchemy。そして両方合わせると、あ、錬金術とシンプルな発想の組み合わせるべき時であるというふうに、私のカレンダー、私はオンリーワンですよ、このカレンダー。真似したらあかんよこれ。自分のカレンダー作っといてちょうだい、自分の想像力を使って。だって錬金術は想像力なんですよ、イマジネーションです。じゃあ違う科学的な反応を引き起こすと人間は変わるんだということがご理解いただきましたね。いいですね。じゃあどういう化学反応を起こせばどうなるもんでしょうかということで、これからご紹介いたします。私の人生を通して。まず普通の人間、波の人間、
鉛の人間として私たちはこの探求を始めようとするわけだ。一般人から行きましょう。鉛の状態です。重い毎日の生活はね、これあまり精神的なことも含めて宇宙のことも含めて考える暇もない人生、大体みんなそれに追われてるわけですね。これ鉛だから重いね。これ毎日これ、ね、重いね、うん、軽くなるためにどうしたらいいか。まずカルシネーション、日本語で過小と言います。過小、これウィキペディアからの定義。過小とは、鉱石などの固体を加熱して熱分解や相転移を起こしたり、揮発成分を除去したりする熱処理プロセスである。想像できますか、このことね。火を加えて、ね、その物質をまず最初の段階から、私の言葉で言いますと、そのレベルの低い金属をレベルの高いものにしようと思ったら、まずこの過小というプロセスを加えてやるんだということですね。でもこれは人間の体であれば、人間の心身であるならばどうなるもんかなというふうになると、私の40代に遡っていきましょう。私はこのプロセスをほぼ全部生きてまいりました。私は、肺になったこの肺じゃないの肺になった。足、燃やした残りは足、肺ですね。燃やした後で浄化させて残りは肺となるわけだね。それは私のだけじゃなくて、皆さんの人生においてはこういう時は今まで一度あったはずと思いますね。もう全部ゼロに戻される、ものすごい圧力かけられて、経済問題、関係性問題、健康問題、何らかの問題で昨日まで元気で動いていた俺はどうなったんだというイベントはあったのではないかと思われます。しかし錬金術は何が違うかというと、意図的に意識的にこれを通過することは違いなんですよ。被害者意識はゼロです。まあゼロではないゼロではない、うん、13% ある被害者意識。なんで俺は肺に戻されたのって。でもこれは錬金術のプロセスだと分かれば、あ、なるほど、うん、より良い人間に変わっていくためにまず燃やされるんだという、まずこの試練はという錬金術師の知恵がここに表現されております。7つ、何でも今7つのステップという時代になっているが、決して私は明日からね歌唱してみようかなというんじゃないの。うん、シンクロニシティだから、本気で錬金術の究極のレベルというか、究極の、うん、状態というんでしょうか、賢者の意思を手にすることは目的です。賢者の意思とは日本語的に言いますと悟りを開くことを意味しているわけだ。賢者の意志を手にすると、物質のことも精神のことも上のごとく下もしかり、両方をも一つにして覚醒する状態を言わんとするのは賢者の意志を手にすることであって、これは7番目のプロセスですね。でも順番にたどっていく人はまずいない。同時にステップ1、4、5やってるかもしれない。
しかし一応ですね、皆さん方はご自分の人生に置き換えてみれば、あ、こういう時あったね私は、というふうに分かっていただければと思いますね。セパレーション、これは分離というんですね。分離の意味はですね、古いパターン、分離するということは化学反応的なことになるとですね、2つの化学物質を完璧に分離させないとね、次はやばいよ、爆発するよということをすぐに想像できると思うんですが、人生においては分離の意味は古いパターン、古い価値観をわざと捨てちゃうという意味ですね。わざと捨てちゃうの。今まで私はこう信じ込んできたわけですが、これを分離するために私は捨てます、浄化されました、今までの考え方をやめます。試練を受けました。今までの考え方では決して良くないという反省。悔い改めるという聖書の表現があるんですが、こういうことなんですね。うん、ちょっとマシな人間になろうじゃないかということを本気で思う時のことは分離ですね。で、分離の意味のもう一つは、友達は去っていく。もう離婚させられるかもしれない。もうクビになるかもしれない、そういうことは全部分離を表現しているわけですね。だからそういうことに直面させられた時は、この情報があるかないかだけでどれだけ楽になるかという話ですよ。皆さん、自分のためになるためにこういう試練を受けるわけですね。運がいいとか悪いな話じゃないの。だから被害者意識はゼロということになりましょう。私はこの時に分離ということで、私自身はどうなったかというと、マージングポイント融合点という本を書き出して、遮断感覚タンクに入って、遮断感覚タンクに入って無重力の環境の中で、私は脳内の化学物質に変化を引き起こして、数時間で裸で浮いている間に宇宙の旅をしました。それは分離なんですね。ここにある体とその旅している意識は分離しているわけ。別の表現で言いますと、幽体離脱ですね。幽体離脱を意図的に毎日のように遮断感覚タンク、私の1階に置かれていたので、入ってそういう訓練、経験、修行をしたわけであって、そうなると何が現れるかというと、空飛ぶ発光体ですね。一般的に呼ばれているのは UFO ですね。でも決してこの UFO は宇宙人の乗り物ではないというふうに私はずっと指摘しているわけであって、そうじゃないんですね。自分の意識なわけですね、これ。だから分離ではないんですね。自分の心の範囲です、 UFO って。ヒトラーのやつ以外にね、 NASA のやつ以外にね、次の状態は発光するね。発光、これはね、私の発光の時代は、橋渡りって言うんでしょうかね、一辺腐って、一辺腐って、新しいものができてくるかのように、私は、アマゾンのジャングルに行きまして、古い古い伝統を持っている先住民たちの、私たちから見て、ちょっとこの世界はあまりきれいじゃないという、なんか貧しき飲料じゃないのかなという、この世界に入ればいいのかなという、ある種のその発光できる環境に移動しないといけないんですね。で、ジャングルという環境は発光する世界なんですね。もう毎日あのぐらいの暑さで物はすぐに腐ってしまい、だからジャングルに入るだけでもう腐りに腐ったものいっぱいある中から、めちゃくちゃ生命力のあるものはボンボン入ってくる世界に私は入りました。そしてその世界でジャングルのシャーマンと共に数十回、とてつもない経験ができるために、地元のシャーマンの植物を使って
シャーマニズムを研究するように、研究というか体験するようになったプロセスは約6年続くわけなんですね。6年ね、うん、これは今の錬金術の過程にありますね。その次はですね、どういうプロセスがあるか、液体の蒸留なわけですね。ウイスキーをするために蒸留をするというプロセス、皆さんご存知かなと思いますが、これはさらなる浄化を意味するわけですね。この液体はさらなる美味しい、ものすごい性質の高いものに変えようと、去年30人の日本人とともにスコットランドの蒸留所に行きました。ウイスキーどのようにして作るかという過程全部見せてくれて大変面白かった。やっぱり蒸留する過程はいろんなサブステージ、さらなるステップがあるというふうにご理解いただけますね。じゃあ私の人生においてはこの状態は、山にこもってですね、私はカナダの山にこもって、2年間、ほとんど外の世界に、関係なく、まあ小さな町で生活しておりましたけれども、中心活動はシャマニズムとか、遮断感覚タンクとか、そういったジャングルの冒険とか、やっぱり旅することは分離のステップですね。旅をすることによっては人間は新しい価値観を身につけるようになるわけですね。全く違った文化の中に入ると分離違う、うん、そういう状態は次の上流、そしてこれは違う段階ですから違うことをやらなければいけない。どういうことをするかというと、今度は私は、原始キリスト教の文献をもとにしてお祈りの世界に入るようになったわけですね。2年間暗い場所だった、うん、全然暗い山の中の場所であって、さらなる悔い改めるような、生活ぶりが始まるわけなんですね。多分この上流という段階に当てはめられるかなと思いますね。まだあります。漁港、これはこの漁港はですね、あれ一つ抜けたじゃないか、フェーメンテーションコンジャンクション、これを忘れた。これは大事だよ。なんか抜けてるじゃないかなと思って、結合、左脳と右脳、男性性と女性性、そしてヘルメスにしょっちゅう会うということですね。ヘルメスはトリックスターという評判があります。トリックスター、すべてのポルターガイスト、 UFO、 いわゆる超自然的な現象、今日本人のテレビ番組レベルにしますとオカルト現象は全てヘルメスの意識の範囲に過ぎません。ただの幻に過ぎません。これはゴーストであっても何であっても、これは大体幻です。これはヘルメス神の心にかけてやる、ね、幻の世界を探検させることに過ぎません。だから不思議なシンクロニシティ、そして、ビジョン、うん、そして突然すごいデジャブとか、うん、それは全部ヘルメスの働きかけですね。これはね、左脳と右脳のこと、男性性と女性性のこと、そして私の人生においてはこれはリモートビューイング、遠隔投資法を十数年間やったことを意味してるわけですね。すなわち遠隔投資法を学ぶことにあたっては左脳の働きと右脳の働き、男性性と女性性のこと、そして偶然に女房と一緒にかなりの仕事をするようになって、一緒に執筆して、一緒に会社やって、一緒に旅をするという、全面的にその両方を完全に結合するための経験をするということですね。で、皆さん方の人生においてはそれはどういう時であるのか、今かもしれないというふうに考えていただければいいと思いますね。これは抜けたな、これも象徴的だ。ものすごいリモートビューイングを学ぶようになるとシンクロニシティは頻繁に起こる、ね、だからヘルメスはトリックスターだということを
全ての北アメリカ、中米、南米のインディオはトリクスター、コヨテという表現があるわけなんですね。日本語では何ですか？コヨテではなくお稲荷さんですね。日本も同様ですよ、うん、お稲荷さんに騙されるじゃないか。これもヘルメスなんですよ、東洋版なんですよ。あれ美女になったじゃないか、これはお稲荷さんだよって、美女じゃないんだよ、うん、トリックだ。精神的にトリックさせられやすくなるわけだ。だから原理主義な宗教家になったり、こうなんだそうなんだ言ったりするようになるということはヘルメスの仕業でございます。あと 2,3 分しかない。7番目はすなわち賢者の意志で、賢者の意志を手にすることはもちろん精神性の高いことを言わんとすることですが、それだけではない。賢者の意志は実物もあるわけ。これはポイントですよ。錬金術は精神的な話だけじゃないんですよ。科学の根拠になるわけだから、賢者の意志は実存していると言われているわけですよ。究極の物質だというふうに考えていただければ、何にでも変容することができる、すべての DNA を影響することができる究極のものだと思っていただければ結構ですね。その賢者の意志を手にするために精神性の高い人間にならざるを得ないということであって、だから変なやつの手には入らんようになってるわけだ。精神性の高いものしか接近できない。これはケルトの神話に置き換えますと何ですか？聖杯です。聖杯です。聖杯は普通の男の手には入らんわけよ。お前の手には聖杯盗まれるもんかって、うん、盗むことできないんですね。自然的に保護されてるこの知識は。だから皆さん、その賢者の意思を実際に手にすると、伝説上ものすごい長生きするようになり、数百歳になり、ものすごい賢者になっていく。そして世のため、人のために本格的になる人と変身することは7番目の漁港のステップでございます。私はここまで至ったということではないんですが、これに適する活動として、実は、これは、この今日午後紹介します、奇跡の講座をも含めて、実はですね、最近私は日本で41年間生活してるわけですが、最後言いますね。日本は日本の伝統の中に、日本の長い文化背景の中に、これ全部あるんです。全部あるんですよ。一応西洋的、まあ、でありながらエジプトは西洋的か東洋的か両方入ってるじゃないですか。サノーもウノだから、日本的な錬金術とは何だろうという課題を皆さんにお渡しして、そしてご関心があればさらなる勉強をされていけばいかがでしょうかと思いますね。私自身は先日、なんと25年ぶり、日本的な賢者の意思を手にする方法として、弓道場に再び25年ぶりに入らせていただきました。そしてやっぱり日本の道場という環境の中に、人間を変革させるステップバイステップのプロセスを教えてくれる環境として、私は高く評価したいと思います。ものすごい素晴らしい世界です。これは厳しいけど、お前さんの技は間違ってるとか、ね、ちゃんぽんだとかいろんなこと言われるわけですが、やっぱり人の行動を正す環境として、今日本の道場はあまり注目されていない世界になってしまったのではないかと思います。
だから決してこれはヨーロッパの話だけではございません。いかがでしたでしょうか。これでちょっと 2,3 分遅れて終わらせていただきます。ちょっと私のミスで最初のデジャブがあったけど、またそれは何か意味があったような気がしてしょうがない。お疲れ様でした。ありがとうございました。どうも。